さあ本日最高のライディングツアーヤクザフルアデバイオネッサンキングオブビーファイラージャーク・アトラー。待たせたな。俺がキングだ。見せてもらおうか、伝説の赤き竜の力を。フィールド魔法スピードワールドセットオン。デュエルモードオフ、オートパイロットスタンバイ。いざライディングデュエルアクセラレーション。俺のターン、ボルトヘッジロックを趣味表示でしょうか。おお、懐かしいやつだな。マッドデーモンを召喚。流星、動目せよ。キングのデュエルを砕け。ボーンスプラッシュ。知っているさ。さあチューニングをするがいい。行くぞ。シンクロ召喚、いでよジャンクウォーリアー。ずいぶんと早い登場だな。過信は自滅を招くぞジャック。ジャンクウォーリアー、マッドデーモンを攻撃。スクラップフィスト。俺のターン。先行はチャレンジャーであるお前からだ。ツインブレーカーを召喚。ツインブレーカーは攻撃力が守備力を上回っている場合、その差の分のダメージを。お前は喋りすぎる。スクラップフィスト。なんだこの痛みは。本物の衝撃が俺の全身を。己のピンチを演出し、鮮やかな反撃をもって観客のカタルシスを使う。これがキングのデュエル。天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。レッドデーモンズドラゴン、これがキングの力だ。アブソリュートパワーフォース。キングのレッドデーモンズドラゴンがジャンプウォーリアを封鎖。見たか優勢、キングの前では弱者の言い訳など通用しない。デュエルの後に貴様に残されるのは敗北という二文字だけだ。カードを3枚伏せてターンエンド。お前は俺を恐れている。だから正確な攻めを繰り返すばかりで。こいつを使う条件は揃った。俺のターン、ロードランナーを守備表示で召喚。ロードランナーか、随分と貧相なモンスターだな。ロードランナーは攻撃力1900以上のモンスターにはバトルでは破壊されない。この場に最もふさわしいモンスターだ。道化の役割見事果たしていると言えるな、優勢。いいだろう。お前の言う第二幕はキングの最高のデュエルで締めくくってやる。来るがいい。俺たちの思いが集い完成していく。これは俺のターン。そうか、このカードが俺たちの思いを乗せて奇跡へとつながるカード。このカードで気流を救う。俺はチューラーモンスター救世竜セイバードラゴンを召喚。
んなはずはない。レッドデーモンズドラゴンはこの俺のデッキにしか存在しないモンスター。小賢しい真似よ。お前はターンの終了とともにオーバーブーストの効果が切れ、スピードカウンターは1まで減少する。シールドウォリアー墓地に送ったはずだ。墓地にあってこそ意味を持つ効果だ。これでファイナルだ。俺たちの絆は誰にも負けはしない。スターダストドラゴン響けシューティングソニック。おい、キングであろうとするプライドにお前は負けたんだ。